星光寺縁起絵巻原本は文明19年作東京国立博物館像十分本作はかつて更新筆とされていたが近年は作画の荒さや真ネ高後期では真ネ高カ自筆と記載されている言葉書きの書風が本絵巻では真ネ高のものと全く異なる点が指摘され更新の原本制作直後の忠実な模本とされるとさみつの部 大英五年五月二十日は、室町時代中期から、戦国時代にかけての山和への絵師。土佐広金の獅子で、実際は、土佐光広の子。子に、土佐光重がいる。土佐光長、土佐光沖と共に土佐三府でと称され、土佐破中高の祖とされる。かには、十四にした、小坂部大輔。官渉三年十五以上に上位。室町幕府八大将軍。 足利義政の御教書によると、文明元年10月に、江戸頃あずに助く任されている。明王4年生後位下、右この絵証言の助任を受け、明王5年12月5日に、大坂部大輔に転任する、胸の口宣案が出され、明王10年2月9日には、14位下に少女し、絵師としては最高の位を得た。と佐けの家伝書には、後新は義政に禁じし、 調愛を得たため、吉政氏ごその肖像を作り子孫に残し、吉政の記述にはその図像を掛け供養したとある。江戸頃とは、平安時代には、別当以下の組織からなる代理内に存在した絵画製作所であったが、鎌倉時代以後、宮廷に関わる絵画製作は、代理の外にある民間工房が、江戸頃あずという立場を得て、受け負うようになっていた。更新は、 江所あずという立場を意図的に利用し、自ら平安時代の宮廷文化を継承する絵師と位置づけることで自己の正当性を打ち出し、工房経営の戦略として、江所、あずを獲得、強化したのだと考えられる。永正三年越前の朝倉正しへのために、京中図を描き、礼に立ち一腰を送られた。これが、落中落外図の文献上における所見である。くげやぶけ。 自社のため多くの作品を描き、山和への題材、技法、様式を拡大した。特に絵巻物が巧みで、伝統的な絵巻の他に、当時、えと呼ばれた小型絵巻を描いたことが資料と現存作品から確かめられる。また、同時代の資料から、肖像画も評価されていたことがわかる。レンガを好み、神経や葬儀など当時を代表するレンガ師と一緒に句を読み、また、 源氏物語の学習に努めた。こうした危険との交流や更新の教養がパトロンを得る手がかりになるとともに、更新の絵に合手を与えたと考えられる。十王図の三図川の場面、五縁誘引像、三条西寂高蔵子系、桃井正史仙像。ありがとうございます。